研究っていうのはすごく自由な活動で、自分がやりたいことをやりたいように進めていけるっていうのがあるんですが、その自由の中でやっぱり多くの人と交わって、もともと知り合いでなかった人と接して、自分の知らなかった世界を教えてもらうっていうのは常に面白いことの一つなんですね。で、一人一人全く違う個性を持っていて、全く違う考え方でいるんですよね。あ、こんな考え方があるんだっていうところに出会ったりすると、あ、なるほど面白いなっていうのは思ったりしますね。青学の理工学部の場合は、学部の1年生の時だと、自分の専門的な、私の場合だと化学とか生命科学からちょっと関係のない電気電子系のことだったり、パソコンの勉強だったり、そういうさまざまなことを1年生のうちで勉強できるっていうことから、少し視野は広がるかなっていうのはあります。で、2年生からまたもうちょっと専門分野を深めて、でまた自分の好きなことを見つけられれば、そこに熱中してすごく濃密な、もう4年間があっという間に過ぎるような、すごくいい4年間を過ごすことができるかなと思います。自分の興味があることって何だろうって思った際に、神経科学が面白いかなと思いました。僕はやはり、やっぱり生まれてきたので、人の役に立ちたいっていうところがどうしてもあるので、その人の役に立てるって考えた際に、直接的に関われるっていうのはやはり医療の世界かなって思っているので、開発であったり研究であったりっていうところをやっていきたいっていうところがあります。青学っていうと、そのみんなのイメージっていうのは華やかなイメージで、例えばアナウンサーを輩出するとか、駅伝が強いとか、チャラいとか、そういったイメージなんでしょうかね。でもそれは間違ってないと思うんです。いい意味で言うと、やっぱりそれが非常にみんなの個性につながっていて、やっぱり個々人が非常に前向きで明るく、社交性が高くて、人とのコミュニケーション能力が非常に高いというのは感じますね。で、そのおかげで、私もそのコミュニケーションで苦労することもなく、ここですごく学生と楽しくやらせてもらっていますし、みんなその真面目で、研究に真摯に取り組んでくれるので、本当に学生としてというよりも一研究者として接することができる、そうしたメンバーを、ここで一緒に研究できるのはありがたいなと思っています。